レジェス・ヌエバスの表紙、1542年インディアス。新法は、1542年11月20日に、神聖ローマ皇帝カール五世によって発布された、スペインによるアメリカ大陸の植民地化に関する法律である。この法律は、ドミニカ海修同士、バルトロメデラスカサス等からの陳情や改革を求める、声を受けて、エンコメンデロスによる、 アメリカ大陸の先住民の搾取や虐待を防ぐために先住民の集団に対する権力や支配力を厳しく制限することを目的としたものである。インディアス新法に反発してペルーでゴンサロ・ピサロが反乱を起こした。1546年にペルー福王ブラスコヌニエス・ベラの率いる軍を打ち破ったが1548年にピサロは降伏し処刑された。 インディアス新法は1512年12月27日にアラゴン王フェルナンド2世が発布したブルゴス法に反発した改革運動の成果である。スペイン人と新大陸の先住民との健全な関係を規定するために作られた初めての法律であり、新世界における最初の人道的な法律とみなされている。ありがとうございます。